イトツーリングと来ております。現在走っているのは冬の風物詩となってきました大阪の御堂筋イルミネーション。こちらが11月3日から始まってまして、今年どんなんかなということで走りに来ています。この光の、共演、コロナとかでね、中止になったんですけど、前回、去年はなかったんですけどね、今年はちょっとやってるみたいです。ただし規模はちょっと縮小してるんじゃないかな。大阪駅ですね、大阪駅から御堂筋という道をね、南に降りていくわけなんですけど、ほぼ一直線の道なんですけど、その間のですね、イチョウやったかな、これが LED で飾り付けられていると毎年やっているんですけどもね、なかなかに綺麗な道なので360度カメラがこの時に生きるんではないかと撮影を始めました。区間によって色が分けられているそうです。11月頃から始まって、今年は12月31日までこの御堂筋のイルミネーションはしていると。時間はだいたいね、何だったかな、17時か19時だったか、それから、11時まで点灯しています。で今日はですね、混みたくなかったので、今走っているのは土曜日の今10時。遅めに走ったら渋滞に巻き込まれないかなと思ったんだけど、やっぱり渋滞するかな。何時に走ったらここ空いてんだろうな、直前かな。ただついてるだけじゃなくて光の強弱が入ってるんやね。この時間でやっぱり渋滞してるとなると、いつ走ればいいんだろう。工事中か。ずっと渋滞か。ずっと渋滞してるとあんまりいい景色じゃないな。360が綺麗に映ってくれてることを祈るか。車が下の方にぎっしりいるけど、ちょっと上向きゃ綺麗なのは綺麗なのよね。ただね、LED 自身がですキラキラ光ってるのも綺麗なんだけど、そよ風に揺れて葉っぱでこう見え隠れするのがこうキラキラしててすごい綺麗ですよ。これ下から見た方が綺麗かもしれないね。星がね、また描いてるようにこう見えるから綺麗ですね。この御堂筋は6車線あって、真ん中が4車線、両端に1車線ずつ、計、6車線、一方通行の形であるんだけど、でもさっきから看板見てると両端がなんか閉鎖されてるって看板が出てるな。両端じゃなくて左側かな、塞がってんのはなんかまだわからないな。看板がはっきり見えない。工事を行っているって方が、道頓堀の方へやってきました。前走った時はそこの道をこう突っ切って添右衛門町を行くという、時代が時代ならヤーダーさんがいっぱいいたところですね。
キラッとかな。あ、もうグリコも消灯してるな。ここが御堂筋、あ、御堂筋じゃない、御堂筋なんだけど、あの道頓堀川の今橋ですね。大丈夫かな、はい、入って入って入って、ここなぁ、もう譲り合いがこう大変なとこやから、大阪の逃げ去るもんかいって感じで走ってる人多いからなぁ。あ、ここ左折が多かったんか、震災橋やなぁ。あれ、そうやったかな。ここも閉鎖されてんのか。ここが終点、南海難波駅、近鉄難波駅だったかな、違うな、南海難波駅、高島屋ですね。こっち歌舞伎座、昔の歌舞伎座だったかな。コロナで人通りはなくなったけど、少しずつ戻ってきてるのかな。コロナ前ではここにこうストリートミュージシャンたちがここでライブというか路上ライブしてたんだけどな。うるせえな、もううるさいだけの車も動かんといてほしいな。時間とはいえ少ないなぁ。御堂筋これ左に走っていくと、この辺りか大阪でいう日本橋、関西のこう恋とは本橋行ってみたい。今回の動画はここで終了したいと思います。また今度ね、どこかの道でお会いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。